どうも、通信ゲートボール革命家です。ほっほっほー、鈴神様じゃ。ということで、今回もよろしくお願いします。うぶ、任せておくのじゃ。と、今回は雑談を挟む間もなく、今までにないパターンです。そうじゃの、一番がアウトボールになったのは初めてかもしれんの。ここは白が2ゲートを陣取る展開ですか。そうじゃろう、白にとっては棚ぼたじゃの。白がどうやって2ゲートを抑えるのかポイントですね。そうじゃ、どうなるのか楽しみじゃの。通信からのお知らせです。で、次回の生放送は4月9日火曜日の夜8時から行いたいと思います。ご興味のある方はぜひ、見に来てください。距離が稼いよ。どう？せっ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 。一番。距離距離。お、これは5番が通ってきましたね。ここは9番へのタッチを狙っていくじゃろうな。いいところまで通ってきよった。これはナイスタッチですね。ここは一つ赤にとっては勝負どころじゃったの。え、どうしてですか。この9番を2番につければ。あ、2ゲート付近の先手ボールが9番になってますね。つまり2ゲートは赤が取り返したことになるの。おお、これは1番のミスをカバーしたことになるんですね。
6-2-5
9番のアウトボールは痛いですかね。うむ、持ち出しに響いてくるかもしれんの。お、これは。おお、ナイススライドですね。毎回出てますね、スライド。やはり現代ゲートボールには必須のスキルのようじゃの。これで確実に5番を10番につけられますね。うむ、ここで10番をアウトにできればさっきの9番のミスは帳消しじゃ。強かった10番をアウトにして1番が強くなりますもんね。そうじゃ、アウトボールの次のボールは強い。赤はお互いのミスをカバーし合ってますね。いいチームワークです。チームスポーツのいいところじゃのOkay.
ここでついに白にもチャンスが来ましたね。3ゲートを通れば距離はだいたい7メートルといったところかの。さあどうでしょうか。これはうまいの。ガチャンと言いましたがボールがはみ出ているので通過です。もう一度打てますよ。これは赤ボールを3つアウトにできるのではないか。かなり大きいぞ。ここから白はどうしていきますかね。うむ、このタイミングで一気に点数を取りたいところじゃ。コート内にボールを増やすじゃろう。ただ赤の未通過も気になります。こればかりはどうしようもないの。おそらくじゃが自順の3番が鍵になりそうじゃ。どうしてですか。時間的にもラストチャンスになるじゃろうし、2番が3点ボールであることも大きい。前回言っていたダブルができないとかいうやつですか。その通りじゃ。
さんあれつけてる。うまい、ものすごくうまい。3番、はい、あ、ここが神様の言っていた勝負どころですか。うむ、どこまでやれるか見ものじゃ。3番の目標は、とにかく4コーナーにある2球のどちらかはアウトにしたい。できれば10番じゃ。これは10番をアウトにすれば1番が生きてくるということですね。そうじゃ、このスライドは決まるかじゃ。お、おお、ほほー、ギリギリを攻めよるわい。まさにドンピシャスライド。これは綺麗なスライドじゃ。しっかり合わせていきますね。さすがじゃの、これはわしも文句のつきようがないの。いつものお調子者神様が見れないのか。
さあ、城もラストチャンスじゃ。これは何をしないといけないのかパッと見わかりません。お主、もっと考えるのじゃ。すいません。城のやることは多い。まずは逆転、そして相手との点数差をできるだけ大きくすることじゃ。俺に任せ。まずはこれをあげれるかじゃが。うまい。まずは逆転です。次は点数をどれだけ稼げるかじゃ。すごい、これはナイス合わせ玉。これは爽快じゃ。これで赤は3番まで回すという逆転方法は通されたの。赤は逆転が厳しいのでしょうか。これを逆転するには3ゲートを2つ通しながら自分が上がらないといけません。うむ、言うはやすし、行うはかたしじゃ。まずは3ゲートを2つ通します。ここはさすがじゃ。そして問題はあの上がり近くのボールを当てれるかじゃ。打ちました。これはうまい。これはすごいの。いやー、この試合は名勝負でしたね。さすがにわしも興奮したのじゃ。ゲートボールがしたくなってきたぞい。じゃあ今からやりますか。そうじゃの。